負ける気がしないよ。気を引き締めろよ。あそこだ。奥に行ってくれ。おっと、出てきやがったか。ったく、こんな時に。電源を復旧できるかな。電源ならあのライトが転がっている方にあったはずだ。検知してみろ。何か分かるかもしれない。
了解。汚れが悪さしてやがったのか。その部屋だ。取ってみろ。リンクが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ、今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないってどうにもならないじゃないか。
電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎ、ボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということは、おそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど、KK、どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。うるせえ。冥界の交流は、あの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで買っ、リンコのやつ好き勝手言いやがって。そんなのがリサイクルショップで売ってるの？普通のやつは気づかないだけで、その辺に転がってることもある。汚れた物品か。調べる価値はあるな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時、お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだな。自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。もっと救えるはずだ。
あれは？辺りを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。ガソリンとタービンホイール。お前、消費者金融になんか興味あるのか？あ、そういうところなんだ。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか？ガソリンもありそうだね。あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。どこから行こうか。お前の好きなところからでいいぜ。
どれだけ回り道しても最後はあの男のところに行くだけだからな。いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ？リンクのやつ、替えの効かないものを使いやがって。
がない。どこかで手に入れないと。どうだ。大丈夫だ。まだ焦る必要はない。今ので最後か。よかった。 KK のところに行かなきゃ。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。まあね。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。